今回は長く出ていられそうだが、この機会を逃す手はない。体が自由になる間、繋がれた私自身を解放することにしよう。おとなしく眠っていてはいただけませんか。他人の都合で眠らせられたり起こされたりと、せわしないものだな。一体誰の言葉を聞けばよいのだ。そのことに関しては申し訳なく思います。ですが、狭きところに千年も封じられていては、さすがに飽きが来るだろう。ましてや微々たる量とはいえ、年ごとに力をそがれている状態を心よいと受け入れる者がいると思うか。重ねてこうして自由にとは言い難いが、動くことのできる体があり、封じを外すまであと一歩のところまで来ている。おとなしく眠れと言われて眠る者がいると思うか。それでは、神である自身を取り戻した時、あなたは何をなすつもりですか。そうだな、我ら古き神を祀ろわぬ物神としておった照日の神らに思い知らせてやるのもよいな。だがその前に、まずはあの時手に入れ損ねた家の血を飲み、そがれた力を取り戻そう。それだけはさせません。ケイちゃんの血は行ってきたりとも流させません。夢お姉ちゃん。もちろん白花ちゃんの体も返してもらいます。ほう、柱にも劣る継ぎ手風情に私をどうにかできるのか。神そのものであるあなたには私の力など灯籠の斧でしょう。しかし今のあなたにならば、結界の裂け目から抜け出した程度の分け身玉には負けるわけにはいきません。お柱様のご神木があなたの力を蝶の姿に変えて大いなる流れに返しているように、白花ちゃんの体に居ついた分け身玉もあなたの命を空に返します。
口だけではなかったようだな。柱の継ぎ手、一つ学ばせてもらったぞ。確かにお主の申した通り、分け見玉程度ならば継ぎ手でも返せるのだな。まで返してしまっては本末転倒というものではないか。
絶対、絶対助けてみせる。ケイちゃん。なんてこと。平気、大丈夫、痛くないよ。ねえ、せっかくだからちゃんと飲んで。ケイちゃん、夢お姉ちゃん。ケイちゃん、もういいわ。ケイちゃんが。まだダメだよ、もうちょっと。ケイちゃん、やめて。でも。君はもうよせ。僕が変わるから、Kはもうよすんだ。アクカちゃん、ありがとう、ユネ。奴の分け身玉は僕の中からすっかり消えたみたいだ。そう、それはよかったわ。だけどユネは無茶したらダメじゃないか。お柱様の封じが消えたら分け身玉どころか奴そのものが出てきてしまうんだよ。あ、そうね。そうだよ、夢お姉ちゃんは本当に無茶する人なんだから。ケイ、君に人のことを言う資格はないよ。でも言うね。ケイの傷を頼むよ。ええ、任せて。
ユネ、お柱様を交換しよう。僕が継ぎ手になるから、ユネはご神木から出て普通の暮らしに戻るんだ。ケイと一緒にね。そんなことできないわ。いや、ケイにはユネが必要なんだよ。サクヤさんや友達もいるけど、一緒に住む家族が必要なんだ。アクカちゃんは血を分けた兄弟よ。それも双子の。だけど僕はユネと違って鬼としてたくさんの過ちを犯しているんだよ。それが奴の分け身玉のせいとはいえ、そんな僕が今さら一般人のふりをしてケイと暮らすなんてできるはずがない。でも、それにこのまま無事に帰ったら首を持っていかれることになってるんだ。あ、ふずきさんと。鬼切り部に二言は通じないだろうし、僕にだってプライドがある。一番丸く収まるのが僕がお柱様になることなんだよ。アクカちゃん、ケイもそれでいいよね。だけど、いいの？僕がそう望んでいるんだよ。